どうも、TOEIC 塾では具体的に、どうやってコンフォートゾーンとホメオスタシスの働き方を、この働きを TOEIC のスコアアップにつなげるかってことについて、意識を、焦点を当ててるんですけども、今日はまあその具体的な方法について、紹介しますね。ご説明しますね。まあ、コンフォートゾーン、復習しますね。人間には心地よいという思うゾーンがあったとね。ここからスタートするからダメなんや。ここら辺やね。自分には心地よいと思えるゾーンがあると。で、まあ、TOEIC700 点から、TOEIC700 点を超える自分を信じられない。だけど、400点を下回るやつはありえないみたいな。ね、自分にはこの、ここがコンフォートなゾーンとして捉えられてるわけですよね。で、コンフォートゾーンが TOEIC700 から400保たれてる人は、どれだけ頑張ってもなかなか、710、20はたまたま行くことはあっても800とかには行かないですよね。なぜならここは自分がね、分かってるわけですよ。居心地のいいゾーンだって分かってないから。なぜ自分は、何言っとるの？自分は分かってるんですよね。TOEIC700 以上、このゾーンは居心地の良くないゾーンなんですよね。で、常にこの居心地の良いゾーンに保とうとする働き、こういう働きをホメオスタシスって言うんでしたね。恒常性維持機能。で、恒常性維持機能はどういう時に働くかっていうと、自分がコンフォートゾーンから外れた時に、ここにこう戻そうとする働きですね。だいたいコンフォートゾーンの中に自分を保とうとするんですよね。で、このホメオスタシスの機能をうまく逆利用しようぜっていうのが僕たちの趣旨なんですよ。コンフォートゾーンの外側ですね。このコンフォートゾーンの外側。ここにいると、居心地が悪いわけですね。ここは居心地がいいんですよ。心地よいと。でもこのゾーンは、心地悪いわけですね。ここは心地悪いわけですね。じゃあ、700以上のこのスコアが、心地悪いわけですよ。TOEIC800なんて信じられないみたいなね。じゃあ僕たちがやることは一つですよ。もうこのコンフォートゾーンを何らかの方法で上に上げるしかないですよね。コンフォートゾーンを上に上げるわけですよ。で、上に上げる方法は5つか4つ、次回から紹介させていただくんですけども、実際にコンフォートゾーンをこう上にね、上昇移動、上に移動させることによって何が起こるかってことを言いますね。ですね。例えば、TOEIC990点。まあ、満点ですね。で、TOEIC900点。このゾーンが僕らしい。このゾーンが居心地が良い。このゾーンがコンフォートだ。カンファタブルだ。コンフォタブルだっていうコンフォートゾーンを作り上げるとしますよね。まあ、そういう方法はあるんですよ。でも、現状の自分はこの延長線上だから、自分は今ここにいて、TOEIC530点だとしますよね。でも、自分の点数は530点だけども、コンフォートゾーンは何らかの方法で上に移動させることに成功したんですよ。ってことはどういうことが起こってるかっていうと、こういう状態ですよね。自分のコンフォートゾーンは上にありますよ。だけど今の自分の点数は530点ですよ。復習してみると、このコンフォートゾーンは心地が、このゾーンは心地がいいわけですね。ここは。心地がいいわけです。もちろんこのゾーンは心地が悪いわけですよね。居心地が悪いと。あ、やばいって脳は感じるんですよね。居心地が悪いと。じゃあどうするかっていうと、このTOEIC530点っていう自分の現状の点数を見つめ直してね。やばいと。居心地悪いと。だって俺はTOEIC900から990点が居心地がいいんだぜって思ってるんだから。俺は900点の男だって思うってことですよね。そうするとどうなるかっていうと、簡単ですよね。ホメオスタシスの働きで、恒常性維持機能の働きで、無意識に努力するんですよね、ここに。無意識に努力するんですよね。頑張ろうと思ってやってるわけじゃないですよ。居心地が悪いから、この居心地の悪い場所から逃げ出したい。逃げるようにここに戻ろうとするんですよ。だからこれは努力じゃないんですよね。任天堂 DS を一日中やってる子供に向かって、ああ、あなたは頑張ったね。徹夜なんかしたらね、頑張ったねと言わないですよね。彼らはやりたいからやってるんですよ。それと一緒で、
自分のコンフォートなトイックやから990点っていうコンフォートな状態に逃げ込むために、こう逃げるように努力するんですよね。で、これはもう努力とは言いませんよね。自分がやりたくてやってるんだから。だって、気持ちのいいゾーンに戻りたいから。ね。だから僕たちがやるべきことは、コンフォートゾーンを、今あるコンフォートゾーンを、まずは上に上げましょう。で、それを居心地のいい状態だと思えるようにしましょうっていうことなんですよね。まあこれは年収とかでも言えるんですよね。自分の年収はもう、まあマックス上が上限700万だって思ってる人は700万超えられないけども、その上限を例えば1億とかにすると、本当に1億に、1億稼ぐ方法が見えてくるわけですよね。ちょっと話すると、あのね、少しだけテクニカルな話すると、あの、どうしようかな。可視光線ってあるじゃないですか。あの、可視光線。例えば、この光があるわけですね、光が。で、光がこういう風にして来るわけだけども、人間にはフィルターがあるわけですよね。で、フィルターがあって、例えばここからここが可視光線のゾーンだと。これだけですよね。あれ可視光線ってこれでやってましたっけ？あの、自分の見える範囲のゾーンですよね。だからここの部分は見えないわけですよ。この部分は見えないわけですね。こういろんな光が来るわけですけども、その自分の目で見える範囲だけしか見えないんですよ。これ可視光線って言うんですけども、字やってもこれでしたっけ？まあいいや。まあこれってさ、すごいコンフォートゾーンと似てません？一緒なんですよね、これ。コンフォートゾーンと一緒なんですよね。じゃあどういうことかっていうと、ここの部分は見えないわけですね。ここの部分は見えないわけですね。いいですよね。可視光線だ。可視光線、人間はこの部分しか見えないから。あの、有名な例が、人間は三原色だけども、蝶々は四原色だから、僕らと見てる世界は全く違うと。僕らの見えてない世界は蝶々には見えるんだよって、よく有名、ある話ですよね。だから自分はコンフォートゾーンの外側の世界は見えないんですよね。つまり、年収300万が自分のコンフォートゾーンだって思ってる人が、年収3000万の稼ぎ方が見えないんですよね。で、年収3000万が自分のコンフォートゾーンだって思ってる人は、年収1億、10億、100億の稼ぎ方が見えてないんですよね。だけども、コンフォートゾーンが移動することによってね、例えば、可視光線は変わるかどうかはわかんないですけども、これが移動することによって、新たな世界が見えるわけですよね。まあ、このね、コンフォートゾーンを上に上げるっていうのはまさしく、あの、よく、あの、シークレットとかの本とかでありますよね。目標設定したら、やる方法が、あの、人脈から、金脈から、情報が全部集まってきたんだって、こう、これを引き寄せの法則と言いますとか言いますよね。あれ、引き寄せたわけじゃないんですよね。あの、こう、目標設定することによって、人脈、金脈、いろんなものがこう、集まってきた。引き寄せるようにこう、来たと。ね。これ違うんですよね。オーストラリアの人はこれを引き寄せの法則って呼んだんですけど、これは間違ってますよね。実は目標設定するコンフォートゾーンを上げることによって、目の前に落ちている方法が見えただけなんですよね。それだけ。これをオーストラリアの人は引き寄せの法則って呼んだんですよね。僕たちがやることは簡単ですよ。今年収500万なら年収3億円ぐらいのコンフォートゾーンにして年収3億円の稼ぎ方を見えるようにするわけです。年収3億円の稼ぎ方は、あのね、引き寄せるんじゃないですよ。遠くにあるわけじゃないですよ。今この場に目の前に転がってるんですよ。普段生きているこの生活の中であるんですよね。年収3億の稼ぎ方が。だけどもそれは見えてないだけですね。それと一緒ですよ。トイック900なんて実際はむちゃくちゃ簡単なんですけども、あのね、見えてる人と見えてない人がいるんですよね。トイック900取る方法が。で、僕たちは、トイック塾ではこのコンフォートゾーンを上に上げることによって自分がそのトイック900ら辺がコンフォート、ね、カンファタブルだって思えるようにしますと。で、そうすると何が起こるかっていうと、引き寄せの法則好きの人は、やばい、方法が引き寄せられてきたって言うんですけど、それは実は違うんですよね。これと同じ論理で、ロジックはコンフォートゾーンがずれたことによって目の前に落ちてたものが見えるようになったっていうそれだけですね。僕たちがやろうとしているのはコンフォートゾーンを上に上げると。ホメオスタシスの働きでそこに戻ろうとする。逃げるように努力する。これは努力って言いませんよねっていうお話でした。これがコンフォートゾーンとホメオスタシスの働きです。以上です。